こんにちは、いけちゃんです。私は今、これでわかりますか、なんと沖縄に来ています。昨日からで、今日は沖縄での一日の過ごし方を紹介します。地元の人に聞いてお気に入りのところを厳選しました。行ってきます。今日泊まっているのは那覇にあるアクアチッタ那覇です。インターチェンジに来たんだけど、なんか10月なのにめっちゃ寒いなってる。沖縄だな。で、今は海に向かっているところです。やっぱ沖縄といえば海だよね。一旦胃袋を満たしにインターチェンジ。すいません。はい、どうぞ。ブムクジ天ぷらと揚げ餅ください。はい、うん、マルティーブ、おいしい。スイカちゃん、私さ、今日眉さ、アイブロウなくてさ、眉何も描いてないの目立つかな。目立とんよ。大丈夫かな。眉だけ何もしないけど。車エビを食べに来ました。ここが車エビの養殖もしてるらしいんだけど、今は干上がってて何もないんです。海に行く前の腹ごしらえなんだけど、ここが本当に人気店らしくて、2人組の3組待ち。なんか結構いい値段するね。モンスター海ぶどう。うん、めちゃプツプツ、しょっぱい。めっちゃ美味しい。うん、プツプツしてる。沖縄でしか海ぶどう食べないから、沖縄来た感じ。しょっすぐになってないから。すごい、めっちゃ量多いね。豪華だ。揚げてるのとお刺身と、やば、何か食べる。やっぱこれかな。うわ、でっか。めっちゃ食べ応えある。おいしい。頭まで食べれんじゃん。みんなちょっと動いて、お刺身。動いてる。わ、これ？それは食べれんの？エビって怖いよね、よく見たら。トロトロ。いっぱい食べた。美味しかった。で、次はメインの海に行くんですけど、その海が熱帯魚が見える、なんか地元民おすすめの一番綺麗な海にこれから行きます。おお、海だ。これが沖縄の海か。やば、めっちゃ綺麗なんだけど。透き通ってる。で、ここが熱帯魚がまじ見えるらしい。いっぱいで、魚が取れるんだって。電動キックボードが60分500円。今いるのがここで、こうやってここで熱帯魚のところに行って、こう見てる。ででで、あ、いい。もうサンゴとかあるもん、沖縄が。わあ、めっちゃ水が綺麗。すごい色でっけえ。あ、見える。本当にあの青いの熱帯魚。熱帯魚が泳いでる。今日はここで泳ぐ予定です。マンタとかも来たりするらしい。ナマコ？ナマコいるの？え、これがナマコ。ここから出るんだ。え、これナマコだ。うんちやん。すごい、魚がいっぱいいるんだって。食パンを投げるといいらしい。うわ、すごい。え、めっちゃ出てくんだけど。すごい、もうマジめちゃくちゃ食べるよ。やばい、魚だらけ。こんなに？すごい。魚捕まえれそう。わあ、すごい。え、青い魚めっちゃ泳いでる。かわいい。かわいい。では私の近くにも魚がたくさん。こんな綺麗な海初めて見た。いろんなのがある。ナマコもいるし、車エビもいるし、ニモみたいなのいるし。あ、なるほど。これがシャワーか。え、もうボロボロなんだけど。頭まで使って泳いで、魚
がもう綺麗すぎて超してよかった。で私は最近肌荒れがひどいんだけど、海水に浸かったらねアトピーとかニキビとか治る説があるらしい。私はあんま信じてないけど治ってほしいなって。ここでシャワーを浴びて電動キックボードでまた戻ります。電動キックボードも風が気持ちよかったの。慣れたら簡単だったし気持ちよかった。すごい気持ちよかったのって、着替えを持ってきてなくてさ、これの下もうべちゃべちゃ。さっきドライヤーでちょっと乾かしたけど、この後また電動キックボードに乗って元の場所に戻ります。10分くらいかな、10分もかかんないから5分くらい。電動キックボードに乗ってます。あえ、私めっちゃ顔色悪いじゃん。ピンだし虫を寄せつけないスプレーで前髪死んじゃった。おすすめらしい大衆居酒屋の穴地。すごい。すごい。すごい。めっちゃ。全部飲み物が安いかも。スマホさん。おもつ、うまそう。ハマグリ、こんな形で出てくる。あ、こう。あ、白。うん、美味しい。私の海終わりのファッションダサすぎない？だって時間がかかってるはず。うん、牛タン焼き。うん、意外とでかい。汁も全部入れた。でかい。3杯目。やっぱりこのスモモサワーがめちゃくちゃ美味しい。これ普段食べてる。うん。この時間のラーメンがうめえよ。これからスイカの飲み。ちょっと番外編で那覇にある鍾乳洞に来てます。すごいちゃんと鍾乳洞だね。鍾乳洞初めて見た。